はい、どうもグリです。トレクルやっていきましょう。ということで今回は襲来キャベツ100体強化やっていきたいなと思います。でですね、地道に貯めてまいりました。100体2倍期間なので、あわよくば2体終わってくれたら嬉しいなということでやりたいんですが、その前にですね、本編といっても過言ではないレッドフォークのルフィの必殺技レベルを万能本で上げていきたいなと思います。もうこちらがもう全力です。もう全力で入れます。で、なんでかっていうと、先月の月初に万能本交換して2倍期間に入れたんですよ。そしたら1しか上がらなくて、もうなえなえっていう。なので今回は4上げしないとマックスになりませんということで、ルフィはでも賢いので上がってくれると思ってます。ルフィを信じてます俺は。ということで行きましょうか。5冊4上がりお願いします。上がってくれ頼む。1、よし。もう1個、よし。2、もう1個。3、あともう1個、頼む。来たー、よし、終わったー、やったー。はい、ということで、キャベンディッシュ、能力解放、必殺技、レベル上げ、やっていきたいなと思います。で、100体入れるわけなんですが、1体目、まず、ヒッタンジスロマイターン。で解放したいなと。で、上げ幅がマックス15ターンみたいなので、そこまで上がった時点で解放が終わってなくても2体目に移行します。で、解放に関しては秘伝の書で後日動画外でやっていこうかなと思いますので、そんな感じでいきます。いきましょう。最初の5体、まあおそらく2倍なので上がってくれるだろうと思ってるんですが、お願いします。最初の5体。まあいいんだいいんだ、俺はもういいんだ。これあれかな、ルフィでめちゃくちゃ喜んだからキャベツくんが拗ねたやつかな。そんなことないよね、そんなことないよね。まあでも本当に嬉しい、ルフィが終わったのは本当に嬉しい。よし、2どんどん上げていこう。よし、3どんどん上げよう、どんどん上げよう。で、解放はもう正直もう無視でいいぐらいなレベルなんで、もう必殺技レベルさえね終わっていただければ。で、一応こんな感じにしときますか。一旦実ロマイターンで、一応2体目がマイターン毒マップで作ろうと思ってますので、正直綿飴振らない方が良かったなって。そしたらね、ドッグマップがいっぱい来るようであればそっち先に作っちゃうことも可能だったんだけど、まあもう振ってあるので、このヒッタンジスロマイターンで作れればなと。今ちょっと1しか上がらなかったな。ということでね、これ100体あるんでだいぶ結構時間かかると思うんですけど、コメント返信的な感じでちょっとお話ししようかなと。で、コメント返信といえばですね、ちょっと前までにコメント返信のコーナーを設けてたんですけど、最近ですね時間がなくてなかなかそのコーナーができておりません。なので、まあ、近々ですねちょっと復活しようかなと思ってますので、まあ、ぜひねちょっと質問なんかあればコメントいただければなと思います。まあ、いつ復活するかに関してはちょっとわからないんですけど、日にち的にはね。でも急に復活しますんで、結構ねやっぱ3月の末っていうことでね、仕事とかもバタバタして、やっぱ年度末っていうことでね、まあお仕事ですごい忙しかった方もいるんじゃないかなと思うんですが、てか若干ちょっと上がりが悪い気がする。ジスロが一気に終わるっていうね、上がりがちょっと悪いかな。まあでもこんなもんか、こんなもんだね。おそらく必殺技レベルに関しては100体で終わってくれるだろうと思ってたんですが、わあ神解放、すごい神解放、マイターン2の筆端に、むしろ2倍期間で珍しい、解放が先に終わるパターンのやつですかね。これあんまりないよね。結構2倍まで貯めて入れたりすると必殺技レベルが秒で終わってしまうんで、解放がやっぱね残っちゃうんですよ。すげえな、超神解放来てるけど。はい、これ1体目終わりそうだね。まあでも秘伝の書節約になるんで、まあいいっちゃいいんだけど、もうちょっと必殺技レベルがサクッと
上がってくれるかなと思ってたんですが、よし終わった終わった終わった。はい、これで毎ターン呼べば、おお、すげえ、こんな順調なことあるこんな順調なことある。1体目解放目次終わりました。はい、すごいな。解放と必殺技レベルが2倍期間で一緒に同時に終わることってほんと稀だと思うんだよね。マックス15ターン、はい、ありがとうございます。一応残り数見てみようか。10、20、30、40、50、60、60ないか。55なので半分いってないですね。なかなか良かったんじゃないのかな。55残して解放も必殺技レベルも終わるとなかなか優秀です。あ、これじゃないよ。あ、これだ。で、この方すでにもう2体目進化してあります。で、必殺技レベルはまあさっきと同じで、解放が毎ターン毒マップでつけようかなと思ってますので、いきましょうか。2体目結構ルフィでさ、最初尺じゃない、尺取りすぎたかな。でもね、めちゃくちゃ嬉しかった本当よかったよ。俺は一回ね、前に毎ターン6、あと一ターンつけとくか。前にね5冊入れたんだよ、ルフィを。で、必殺本5冊入れて、ルフィに5入れの1上げしかしなかったんで、もうどうしようと。で、もう仲のいいトレクラーさんとかでね、すごい煽られてたわけですよ。あれ、ルフィスキルマじゃないんですけどっていうね、煽られまくって、もう俺は絶対ここで上げてやろうと思っていたわけです。で、今回この神上げということで、まあ動画でね収められたのは非常に良かったんじゃないのかなと思うんですが、ちょっと2体目ちょっと失速気味なんですが、マップすごいな。マップ3、なんかさっきからさ解放がめちゃくちゃ偏るんだけど、よし113、さっきの解放運はいらないんで、必殺技レベルだけ終わっていただければなと。で、今日ちょうどですね、動画撮ってるのが土曜日になるので、まあの襲来来るんですよ、言うたらコロシアムをやれば。めちゃくちゃ上がった、めちゃくちゃ上がったすごいな。今いくつ上がった、4、5、ちょっと見てなかった。はい、マップが偏る114、あんまりよろしくない解放なんだけど、まあでもそう、もう初めに言った通りだね、解放はもう二の次なので、毒毎ターン5分の3、二の次っていうとすげえ来るんだよな解放が。これもうすぐ終わっちゃうやつかな。お願いします。あのね、スゴフェスの動画とかもねあげたんですけど、まあまあまあ相変わらずのね引きということで。でもすごかったよねスゴフェス。一応10連のね動画上げさせてもらったんですけど、まさかの10連で銀なしっていう、だから金確定かと思ったんですよ。で、コメントとかでもね、金率やばすぎーって、ね、コメントいただいてたんですが、自分もねびっくりした、あれは。うん、まあ、お、必殺技レベルが終わったかな。あ、もう1上げか、もう1上げ。そう、自分でもね最近ね赤はね相変わらず出ないんだけど、まあ10連ででも1枚出たっていうのは大きかったから、赤はね正直望んでない。もう金さえ出てくれればそれで満足っていう。はい、必殺技レベル終わりました。あと解放なんですけど、ひどいのこれ。解放ダメゲン、あ、解放じゃない、回復力上昇ダメゲン。はい、あと15体、じゃあこれサクッと入れて終わりましょうか。もう今日ね上機嫌すぎる本当に。もう話したいこともいっぱいあったんですけど、もう全然もう吹っ飛んじゃって、なんか何話してんだか自分でもよくわかんない質問。534、解放終わってくんないかなこれ。最悪残り1とかになればもう確定本突っ込んでしまおうかなと思うんですけど、6、よし6、これ来るぞ。これぴったりこのラスト5で毒マップを1ずつ引けば100体ぴったりで2終わる。お願いします、ここで引け。今日の俺はなんか引ける気がする、毒マップを引ける気がする。来い、
はい、ということでキャベンディッシュ2体目終わらずということで動画は終わりにしようかなと思います。まあ安定だったね。やっぱり弾ける気がするとか言うの良くないわ。今度から気をつけます。ということで、まあ、コメント返信のコーナーに関してはまた後日アナウンスさせていただこうかなと思いますので、まあ、ぜひねコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。他にもですねいろいろ動画撮ってますのでぜひチャンネル登録お願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。それではグリでした。バイバイ。ありがとう。ルフィ上がった。ありがとう。